はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、待ちに待ちました。とうとう来ました。札幌のね、黒ラベルのね、黒です。こちら。2017年限定醸造となってます。はい、これ待ってたんですよね。やっと発売されました。確か10月の3日ぐらい。今から3日前に発売されましたね。原材料が麦芽とホップと、米とコーンとスターチ。アルコール度数 5% となってまーす。これね。これ待ってたんですよ。でね、先ほどね、ローソンで買ってきました。よし、早速どんな味かなー。黒ビールはね、好きなんでね。いやー、久々にね、黒ビール飲みますね。なかなか黒ビールってね、流通量が少なくて、あんま売ってないんですよね。つまみはですね、こちら、ローソンで買ってきました、ジャージー牛乳プリンという、プリンです。いただきます。乾杯。まあ、あんまり、あれですね。一番搾りの黒に比べると、コクはないですけど、わりかしさっぱりした感じの、黒ですね。うん。まあ、コクはそこまでないですけどね。まあ、ちょっとだけほろ苦さがあるような、うん。まあ、うん。さっぱりした飲み口な感じですかね。うん。うん。まあ、全然美味しいっちゃ美味しいですよ。ああ。うまさ長持ち麦芽を、高温で丁寧に焙煎。あ、焙煎じゃないの？これ字がなんか違うのか。焙煎じゃなくて、焙煎っていうの。焙煎ではないですね。これなんていう字なんだ。操るに左側が炎って書いて、これなんて読むんだろうな。コピペができないんで。まあいいか。なんか、ごじってる気がするけど、これ5時じゃないんですかね。黒麦芽特有の麦の旨味と爽やかな後味が引き立つ黒ビールです。個人的にはやっぱり黒ビールは、一番搾りの、黒ビールが一番好きなんですけど、ただ、黒ビールが売ってないんですよね。一番搾りの黒ね。スタウトね。一番搾りスタウトね。うん、一番搾りスタウトってあれだよね。一番搾りスタウトって原材料どんな感じだったっけ？麦芽とホップだけですね。やっぱりあれです。たまにね、黒ビールで糖類が入ってるやつあるんですけど、あれはあんまり、アサヒスタウトとかが確か糖類入ってるんですよね。最近あれがダメになったね。糖類入ってる黒ビール。まあ、スタウト。だね、あれダメになりましたね。まあ、多分個人的には一番搾りのスタウトが一番、あれかな。そこら辺で売ってる中だと、一番うまいなと思うんだけど。
これは、あの、朝日のスタウトだっけ？朝日の、スーパードライの黒。ドライブラックにちょっと似てる感じはするけどね。あ、朝日の黒生がなくなっちゃって、黒生大好きだったんだけどね。多分、感覚的にこれドライブラックに味が非常に似てる気はするね。てか、そもそも原材料も多分同じだし、ね、原材料も多分、バックアートホップと米とコーンとスターチなんで、そういう意味からすると、やっぱ似てるのかな。うん。ドライブラックも、まあ、あんまり、ドライブラックもあんまり、コクもない、なくて、さっぱりする感じなんで、ね。うん。原材料が爆芽と、爆芽エキスとホップと米とコーンとスターチほとんど同じですね。なんで、まあ、スーパードライのドライブラックよりは多分美味しいと思いますね。こっちの方が。なんとなく。うん。ということでね、プリン買ってきたんでいただきますか。久々や。まあ黒ビールにはちょっと甘いものを合わせて、ね、合わせることによって何か、うん。うわ、これうめえな。うわ、トロトロや。トロトロや、これ。トロトロ。あ、うま、これ。このビープ、この、プリンうまいな。あーでもやっぱり、あれやねんな。朝日黒生が好きだったんだけどね。朝日黒生はなくなっちゃったからね。朝日黒生がな。でもやっぱこれあれだな。札幌のこの黒ラベルの黒。なんか飲んでいくと、あれだな。あんまり美味しくねえな。ぶっちゃけ。ぶっちゃけ大して美味しくねえな。コクがなくて、さっぱりしてて、苦味もそんなにないですね。うん。なんか満を持して発売した割には全然、なんか特に突飛する点がなくて、コクもなければ、苦味もないし、香りも大してないっていう。これ、ダメだな、これ。ちょっと酸味があるぐらい。あー、うま。このトロトロプリンめっちゃうまいな。うん。なんか、楽しみにしてた割には全然美味しくない。まあ、全然ってわけじゃないんだけど、なんか、
物足りなさがあるよね。うん。まあ、まあ、なんかの食事と合わせたりするんだったらまだいいんだけど。これ単品で飲むとなんか、夏に飲む黒ビールって感じだよね。うん。さっぱりしてる。個人的にやっぱ濃厚な方が好きなんで。これはあんまり、うん、麦の旨味と爽やかな後味が引き立つって書いてあるけど、別に麦の旨味を大して感じないと思うけどな。まあでもドライブラックよりかはマシだと思うんだけど、おそらく。おそらくドライブラックよりかはマシだと思う。うん。朝日のドライブラックははっきり言って、はって黒ビールじゃない気がするね、あれはね。なんか、黒ビールに似せた、なんか、なんだろう、色がただの黒い普通のビールみたいな。飲んでみると別に、あの、黒かこれっていうレベルの、それほどまでにあの焙煎感もなければコクもない上に香りも大してないし苦味もないというクソみてえな。うん、クソみたいなビールですね、あれは。うん、マジ、黒生がなくなって、あの、あれに変わったって、ひどいよな。朝日の黒生がさ、なくなってさ、なくなってさ、代わりにあれだもんね。もうがっくしだよね。もう朝日の黒生を炭酸で、あの1対1に割ったみたいな味するよね。恐ろしいわ。あれは。ああ、このプリンめっちゃうまい。ジャージー牛乳プリン。これあれだな。キッチンプリンなんかと比較できないほどうまい。あ、でも、プッチンプリンもうまいか。プッチンプリンもまあうまいんだけどさ。あー、うん。コク、大してない。甘みはまあ、あんまないでしょうね。香りもまあ、大してない。開花って言われると、まあ、普通で三つ星だろうな、これ。期待してた、俺がバカだった。2233です。ご視聴ありがとうございました。